三能神道。三能神道は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、天台宗の総本山である比叡山延暦寺で、生まれた神道の流派である。競技には、江戸時代の天貝より、以前のものを、三能神道という。比叡山、比叡山の山岳信仰、神道、天台宗が融合したのが、三能神道である。三能権限、日吉大宮権は、 釈迦の衰弱であるとされ、神仏分離では、大山杭神とされた。また、山の字も、王の字も、三本の線と、それを貫く一本の線からなっており、これを、現代宗の思想である三体即一思想と、結びつけて説いた。三能神道の教説をまとめた書としては、三家要略記が知られる。同書は、比栄三の僧である義元が、剣信に固くして、 鎌倉時代の後期に編纂したものであり、比叡山の神道思想とそれに関わる大衆の活動を考える上で重要な資料とされる。起源は修行としての記録を重視した、貴家と呼ばれる一派に属していたが、貴家は山王神道との関わりが深いとされてきた。また、上治五年、1366年の頃に成立したとされ、多したような神社の縁起を紹介している。 神道増集、神道雑雑集も、三能神道に関する記述が多い。神道増集は、その以前、文羅、塩文年間、1352年から1361年に成立したとされる、神道集の成立に刺激されて変算されたとする、指摘があり、神道集が、三能神道に距離を置く旦那流の塔にある、阿久井流のものが変算したのに対し、神道増集は、 三脳神道に積極的とされたい神流、化のものが編纂したとする説がある。三脳神道とは、講義には、比叡山における三脳を中心とした神々への信仰を意味するが、講義には、上述の三下要略記などの化の文献に見られる神道思想を指すことが多く、三脳神道の教説は、化が生み出したと説明されることさえある。だが、 三能神道を、帰化の神道説とすることには、異論もある。帰化は神道を重んじ、主な活動が、三能神道の伝承であったことや、三能神道の発展に果たした役割が大きいことが、指摘されているが、一方で、三能神道は、必ずしも帰化が独占していたわけではないとも言われる。また、起源と解家との関わりに着目し、海家の驚愕形成に、 企化が与えた影響が大きいとして、海家と山王神道との深い関係を唱える説も見られる。なお、海家とは、何との戒律復興に刺激され、宴会の復興を目指した派である。また、比叡山付近の大衆の活動が、山王神道と深い関係があることも指摘されており、山王神道はそれら大衆の思想と活動の中に位置づけるべきだとの主張も見られる。 いずれにせよ、三能神道を語る上で、騎下の位置づけをどう見るかは、非常に大きな課題と言える。最長が日東して、天台教学を学んだ、天台山国清寺では、周の霊王の王子進が神格化された道教の地主さんを元と筆くんが、陳珠神として祀られていた。当から帰国した最長は、天台山国清寺に習って、比叡山延暦寺の地主神として、 日吉さんの権んを祀った。おとわさんの四方である牛尾さんは、古くは、主母、牛尾山と称し、家の主が神々に発砲を備える山として信仰され、ひ枝山、ひ枝山の山岳信仰の発祥となった。また、小記には、大山杭いがみ。またの名を、山松の大主神。この神、金大御国、大御国のひ枝山さんに座す。また、葛野の松尾に座す。 との記載があり、さらには、三輪山を神体とする、大三輪神社から、大名討の神の二記玉とされる大物主神が、日枝山、日枝山に、勘定を沙汰。三能神道の始まりは、女王二年、1223年成立の、明る天気の山王子に記載がある、本寺衰弱説であるとされ、この段階では、三能神道の距離はまだ地節であったとされる。なお、 山王子の成立時期には諸説があるという。その後、鎌倉時代の後期に入り、伊勢神道の刺激を受け、思想が発達し、組織化も進んでいく中で、議言が三回要略記を編纂し、教説を修正したとされる。三能神道の教学形成において、三回要略記の編纂が大きな役割を果たしたとする見解は、ほぼ定説のようになっている。だが、 三家要略期以前に、すでに三能神道の教説は出来上がっていたする説も、多い。例えば、会家の文献に見られるように、紀元の前に、すでに三能神道の教理はほぼ形成されており、帰化の文献も豊富となっていたとする説もある。また、寺園に密教思想が見られることから、三能神道の教理形成に、寺園が大きな役割を果たしたとする指摘もある。このか。 中世に唱えられたとされる三脳の十解説の始まりが省略四年九百九十三年の比叡三分裂以前に見られるとする説もある。いずれにせよ三加用略記は三脳神道の教本としては非常に大きな存在と認識されており、その成立以前の教理がどのように形成されどのように発展していったかを考察することが義言の編算事業を どう評価するかにつながるとされる。徳川家康に仕えていた江戸時代の僧、天界は、家康の没後、三能神道説をもとに、三能一実神道へと発展させ、三能和美神道に依拠して、家康の霊を、権限、東正大権限の信号で祀ることを主張した。三能和美神道では、三能権限とは、大日如来であり、天照ス大神であると説いた。 これには、伊勢神道の影響も見られる。玄羅2年、1616 16年4月17日、徳川栄康は、駿府城で死亡し、棺は、久野山に運ばれ、19日に、吉田神道の流儀で埋葬されたが、玄羅3年、1617年に、日光へ、棺が移され、天界により、三郎和ず神道の流儀で祀られることとなった。同年4月4日、 棺は、日光の座禅院に、ついで8日には、奥院へと移され、天界により語願具足の印と信言が伝授され、11日後には、東柱環状鎮座神秘、式、三主神義品名が治された。こうした儀式は、天皇の即位環状の際の秘儀と同一とされ、家康が、日光で天皇と同等かそれ以上の神霊として、祀られたことを意味すとされる。家康の墓所には、 東照宮が建立され、天貝は、薬師如来の衰弱である、東照大根源の由来を記した、東照大根源演起を編纂した。江戸幕府は、幕府を開いた、徳川家康が天貝から、東照大根源の位を受けたことなどにより、家康を深刻化して、徳川という新しい家系の地位を安定させたとされる。だが、天界の主張により、 三能和美神道によって家康が祀られたにも、かかわらず、家康や日光への崇敬は別として、三能神道そのものは、江戸幕府の将軍から工具を受けることはなかったと、される。そして、三能神道は、江戸時代の神仏集合の神道の中では最も、活動的であったのに、近代の神道の諸派と互角に競う力も、持てなかったとされる。このことは、江戸幕府が宗教を、 さほど重視しておらず、特に神道については、幕府の主要な関心事とならず、二次的地位であったことを示していると言われる。また、のりもとは、比叡山で、三の和美神道を修士、参加要略記を伝授された後、神州の都学史にて、隠部神道や、旧時大成行の協議を取り込んで、主限道の一派である、和美霊れ神道を開き、神州の住民に指示された。だが、 のりもとは、天台宗内部で異端として訴えられ、八丈島に流され、そこで亡くなった。後に、のりもとは、恩赦されるが、この事件は、神道の問題ではなく、天台宗の内部の問題をあったとされる。三能神道が、天台宗によって厳しく統制されていたことも、指摘されるが、このことについては、常実ののりもとのような、異端の協議が一時的に流星したことと、 矛盾するように思われ、また、三郎和美神道を開いた、天外もどちらかといえば、異端と言える存在であり、このように異端とされる存在が多く対等する以上、天台衆による統制が厳しかったとは言えないのでは、ないか、という反論もある。三郎神道に関する主要な文献の一つと、見なされる、三加用略記》は、菅原神会、野本各条らによって原文が整理され、 天海造とされる旧館の書が続天来週全書、新唐一、春秋社、1999年に収録された。だが、その後、三家要略記の研究は進んでいないとされる。同書は、常実のように、位置づけについても見直しが必要とされてきた。三納新唐の研究としては、以下のものが挙げられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。